人はどうしたら幸せになれるのか。私たちが当たり前のように見ているものが、実は当たり前ではないことを知れば、見えるものが変わっていきます。神社の周りにある御神木。私たちは、すごいなあ、でかいなあ、と言いながら、その大きさに目を奪われます。しかし、もし我が国が滅びていたら、その御神木は存在するだろうか。中国では国が滅びるたびに、その国は焼かれ、民族は滅ぼされました。そうやって、新たな城を築くため、木は伐採され、かつてジャングルで象までいたと言われる黄河の淵は砂漠と化しました。このように歴史を知れば、私たちが当たり前だと思って見ていたものも感慨深くなるはずです。そこにある感情が働けば、さらに見えてくるものが変わります。それは感謝です。人の心が落ち着かないのは二つあると言われています。その一つが感謝。儒教の教えでは、人はまず感謝することから始まると言われています。そしてもう一つが夢や希望、目標や志です。感謝があり、夢や希望、目標や志ができれば、心は正しくなり、身が収まります。これを修身と言います。明治から昭和にかけて行われていた道徳こそ、この修身教育なのです。わかりやすく言うと、こうなります。感謝の心が芽生え、夢や希望、目標や志が定まると、心が正しくなり、身が収まる。身が収まれば、おのずと自分の身から意識が離れ、他人のことを考えられるようになる。他人のことを考えられるようになると、世のため、人のために人事を尽くせるようになる。それを、徳と呼ぶのです。感謝があっても、夢や希望、目標や志がないものはもがき苦しみ。夢や希望、目標や志があっても、感謝がなければ思い通りにならずもがき苦しむ。あなたの周りにもがき苦しむものがいたら、それは感謝がないか、夢や希望、目標や志がないからです。私たちはすでに多くのものをいただいています。得ることよりも、すでにあるものに感謝できるようになれば、人は幸せになれるのです。最大の幸せとは、何事もないこと。それさえあれば、何でもできる。やるか、やらないかは、あなた次第。